西側、ネクスコ東日本です。午前7時35分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに中央環状線内回りの情報です。中野長者橋を先頭に西池袋まで3キロほど交通中止のため渋滞しています。引き続き関越道を新潟方面へ走行中の方にお知らせします。新潟町インターから越後川口インターまでの区間で霧が発生しています。新型コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事態宣言が出されています。不要不急の外出、移動はお控えください。韓流ラジオ、関越道、本庄小玉よりお伝えしました。あなたに実装です。ネクスコ東日本。